第3説「精神腫瘍学」「サイコオンコロジー」「ピーチョオンコロズ」「サイコオンコロジー」「ピーチョオンコロズ」とは1950年代のアメリカで始まったがんへの精神医学的ないし心理学的研究で日本では精神腫瘍学と訳されています。ある学者はサイコオンコロジーとはがんに関する一すべての山域にある。 患者やその家族及び治療をする人の情緒的反応、二眼の発症率や死亡率に影響を与える心理的・行動的・社会的因子の2つの心理的側面を扱う領域であると定義しています。この定義はやや難解で広すぎるので、もう少し狭く定義すれば、がん患者の心の状態を精神医学や心理学の面から研究し、 患者の予後をを改善すする方法を見つけ出す学問と言えますサイコオンコロジーの代表的研究にアメリカの女性精神科医キューブラー・ロスの「死ぬ瞬間」という有名な著書がありますこの中でキューブラー・ロスはがんと告知された患者の精神状態は否認怒り取引そもそも打つ需要の5段階で推移すると考えました 第一段階、否認と隔離悪性腫瘍で末期状態であると知らされると、初めは多くの患者が、違います、そんなことは事実ではありえないという言葉で反応します。現実に起こったことを否定、否認するのです。否認は、予期しない衝撃的なニュースを聞かされた時の心の干渉装置として働くのです。否認することによって、患者は、 衝撃的なニュースによって崩れそうな心の中を取りまとめる時間を稼ぐのですこの時期に患者は医療関係者に対して拒否的な態度を取ることが多いので医療関係者は辛抱強く何回も患者とコンタクトを取ることが必要ですそうすれば多くの患者は心を開くか次の段階に移るのですが中には いつまでも心を開かず病状を否認し続けて孤立か、隔離とも言うし、自分の世界に閉じこもってしまう患者もいます。第二段階、怒り病気であるという厳然とした事実がある限り、患者はいつまでも否認を押し通すことはできません。悲観的な事実を認めると同時に、患者の心の中に、怒り、憤り、煽望恨みなどが湧き起こってきます。 どうしてよりによって自分がこんな病気にかからなければならないのだろうという憤りと不満が患者の心の中で渦巻いているのです。この怒りは周囲のあらゆる方向に向けられます。患者の立場からすれば自分は今までの健康で平和な日常生活から切り離され命さえ危険にさらされているのに周囲の人たちは 健康で何不自由のない生活を送っていて患者のことなど何も理解してくれないと感じるのですそして健康な日常生活を楽しむことができる他人に対して怒りをぶつけたくなるのですこの時期の患者にとってはどこに目を向けようが見いだすものがことごとく不平不満の種になり普段ならなら全く問題にならないような他人の 些細な言葉や行為に苛立ちを感じたり、怒りを爆発させたりするようになるのです。患者の心の中の要求は私はまだ生きているんです。それを忘れないでください。私はまだ自分の声が聞こえるのです。私はまだ死んではいないのです。ということなのです。医療関係者や家族がこの患者の心の中の要求を理解せず。 患者の怒りとまともにぶつかるような対応をしたり問題患者扱いをして近寄らなくなれば患者の怒りに油を注ぎその敵外心を煽るだけの結果になります。ゆえに医療関係者や家族はこの段階の患者の心の内を理解し患者が怒りの内にあろうとも患者に対し敬意を払い同情して。 世話すすするるここととを怠らないように努力することが大切です第三段階取引周囲に対して怒りをぶつけた後に患者は妥協として人々ないし神に対して何らかの申し出をして何らかの約束を結ぶことを思いつくのです神と何らかの取引ができればこの悲しい不可避な出来事をもう少し先に伸ばせるかもしれないと考えるのです 神は我々を地上から召し上げることを決め、しかも我々の怒りの嘆願には応えてくれない時でも我々がおとなしく嘆願すれば恵みを垂れてくれるかもしれない子供が大人とお利口でいるからおもちゃを買ってと取引をするのと同じなのです患者も過去の経験から良い振る舞いをすればそれだけの報奨があり特別な願いでも叶えてもらえる かかすなチャンスがあることを知っているのですこの場合特別な願いとは延命と肉体的苦痛の回避なのです心理学的には神との約束ないし取引は心の奥底に隠された罪悪感と関係があるのです治療者は患者の心の悩みに注意を払い患者の不合理な恐怖感や 神に罰せられたいという願望を解放してあげることが大切なのです。この神との取引という考えは、キリスト教やイスラム教などの唯一絶対神を持つ宗教に特有の考え方で、日本人には理解しにくい点です。この世界は神との契約で成り立っていると、キリスト教徒は考えるのです。旧約聖書や新約聖書の訳は、 神との契約を意味していますまたキリスト教徒は神はどのような時でも天から人間を監視しておられ何でも知っていらっしゃると考えていますですから神の教えに反した行為をしていれば心の奥底に隠された罪悪感を持つことになりますしかしキリスト教神の教えに反した行為をしていれば心の奥底に隠された罪悪感を持つことになりますしかしキリスト教徒は一方でそのような罪深い人間を罰してくれる神の存在を 実は心の奥底ではセンチメンタルに待ち望んでいるという一見矛盾した心理状態にありますこのために神に罰せられたいという願望を持つことになるのですこの心理状態の対極にあるのがお釈迦様でもご存知ある名という日本の歌舞伎の台リフということになります第4段階そもそも打つ末期がん患者がもはや 自分の病気を否認できなくなり、さらに不快な症状がいくつか現れ始めて、それに衰弱が加わってくると、もはや病気を微笑みで片付けているわけにはいかなくなります。患者は、大きな喪失感を味わうようになり、気分が塞ぎ込んで、そもそも打つ状態を示すようになります。キューブラー・ロスは、そもそも打つを。 今まで持っていたものを失ったために生じた反応そもそも鬱つとこれから自分の命を失うであろうことを予期して生じる準備そもそも鬱つの2つに分類しています病気によって患者は家族との生活や健康や仕事や財産を失うことになりますこのような喪失感から起こるのが反応そもそも鬱つです反応そもそも打つに対しては 患者の話を聞いて不安を表現させたり苦痛の緩和を保障したり場合によっては抗うつ剤などの薬物を使用するなどの一般的なそもそもうつの治療法で対処しますしかし患者がこの世界との決別を覚悟するための準備的悲担から起因する準備そもそもうつに対してはその対処法がやや違ってきますこの準備そもそももでは、 治療者は言葉かけをする必要はあまりなく患者のそばに静かに座って手を握ったり腕をさするなど言葉以外での心のふれあい非言語的コミュニケーションの方が望ましいのです悲しむなとはしつこく言わずただ黙ってそばにいてくれる人たちに患者は感謝するのです患者はこの時期にはお祈りを求めることが多くなりますただし 神へのお祈りは、日本ではあまり一般的ではありません。欧米ではキリスト教への信仰が厚く、患者のお祈りも普通に行われていますしまた、牧師が病院に出入りすることもごく自然に行われています。第5段階、需要もし患者に十分な時間がありそして前に述べ退屈かの段階を通るのに若干の助けが得られれば。 患者は自分の運命についてそもそもうつもなく怒りも覚えないある段階に到達します自分を取り巻く多くの意味深い人々や場所などをもうすぐすべて失わなければならないというその嘆きも悲しみも乗り越えて静かな期待を持って近づく自分の終焉を見つめることができるようになりますこの段階を需要と言います需要は 決して幸福の段階ではありません。需要の段階では、ほとんどの感情がなくなっています。それはあたかも長い死後の旅行の前の最後の休息の時が来たかのようです。すべての患者がこの段階に達するわけではありません。最後まで病気と闘う姿勢のままで終わる患者もいます。中には需要の段階に達した患者に対して、 家族や医療スタッフが無意味な延命治療を強要することもあります。欧米ではキリスト教への信仰が厚いため多くの人たちが死ぬ瞬間までに第5段階の需要の心境に到達しより平穏な死を迎える場合が多いのではないかと考えそうですが実際は必ずしもそうではないようです。キューブラー・アロスは死ぬ瞬間の中で次のように述べています。 宗教心の熱い患者も宗教を持たない患者と対して違いはないように見えた。宗教心の熱い人とは何かこの定義が明瞭でないためその違いの識別が難しかったのかもしれない。ただし言えることは心の底からの強い信仰を持った真に宗教心が熱い人は 私たちの見た限りは極めて少なかったということである。この少ない人々は信仰に助けられた。彼らはこれまた極めて少数の真の意味の無神論者と対照的であった。そして患者の大多数はこの中間にあった。何らかの宗教的信念は持ちながらもその信念は内的抗争と恐怖から。 その心を解放してくれるほど強くはなかったのであるこのキューブラー・ロスの観察のように信仰心があるだけでは平穏な死を迎えることは難しいようです平穏な死を迎えるには心の底からの強い信仰を持った真に宗教心が熱い人間である必要がありそうです無信論者が多く信仰心のない人が多い日本ではどのように 末期患者の心をケアするかついては非常に難しい問題がありますサイコオンコロジーはこのような難問に適切な回答を与える学問として期待されているのです